ダッシュで行こうぜ、ゾン武田でございます。刻んで行こうぜ、お金ちょうだい。なんちゅえば貧乏説がすごい出てるから、うん、それをさ、包み隠さずさ提唱してきたらお前だよね。頑張れポップライン、それだけを言い合える中でありますから、待ってますよと。変な動画撮りましょう。そうだね。これ何の動画だっけ。本番前なの。そうなの、ね、緊張感を持ってこう。あさって今日が27日と。どうでしたかクリスマス。クリスマスはリアルに何もしとらん。絶対言いたくてみんな、うん、やっぱクリスマス彼女と過ごすわけですよ。はいはい、はい、過ごしてご飯を頑張る。去年もあの表参道のいいとこ行って生付き合いしてる時間も長いから、お互い2万から3万ぐらいのご飯でいいよねみたいな、はい、っていう話になってるんで調べるわけですよ。知識のない頭でね、ミスとか行かないから、うん、調べるじゃん。予算が書いてあるじゃん。あの分かるよ、なんかあの昼3000、夜6000から7000みたいな、ね、そうっていうのが4900円から5900円って書いてあった。プラス席予約しかできません書いてあって、ここにして好きなもの食べていいよ、そしたらまあ2万ぐらいから。これ分かるでしょ。分かる、言いたいこと分かる。行きますと言った瞬間、あれ本当5000円って思って、もっとなんか安いんじゃないかも。うん、高い。あ、なるほど。そう、こちらにお預かりしますって言って、敷居が高そう。大丈夫ってなるんですよ。最初はドリンクからどうぞみたいな。イタリアンだったから、はいはい、全部イタリア語で書いてあった。やば。下が2000円から上が13万。ええー。で、引き下がれねえって思って、祝い事とかもシャンパン飲むかっつって。シャンパングラス。グラス。グラス。シャンパングラス一杯2500円。マジで。まずね、次料理お寿司ごとに値段書いてねえの、うん、うーわ出たよ。目の前に調理前のお肉とかウニとか牡蠣とか、ああこれを使って料理しますと。うわーやばい、あの最初になんか素材見してくるやつだ。2品ぐらいなんだよね。ああこれでもお腹いっぱいになりますよって言ってくれたから。ああ会計もちろん料理も美味しかったし、接客も素晴らしかった。俺が大体調べるのって一休っていうちょっといいお店を探してくれるいいサイトなので、ぜひあの女の子と行くときは使ってください。なんか案件みたいな。違う一休の案件来たらやばいっす。使ってる人も多いと思う。あ、そうなの、うん、一休の評価も高かったから、うん、まずぼったくりではまず絶対ない。 100% ない、はい、パッと見たら5万だね。マジで28歳の彼女のプレゼントご飯が5万って言って、うん、多分安いと普通と思う人もいるとは思う。しかもクリスマスやしね、うん、ネットの値段が5000から6000円やったから、はいはい、行く前も好きなの食べていいよみたいな、うん、そのテンションからの5万は結構きついな。違うでしょ。そしたらもう彼女、大丈夫お金ちょうだい。さっき見せようと思ったけど、さっきガス止まりました。これ見て2400円。払えよ。2400円払える。すいません食べて。合計10分ぐらい合計でやばすぎる。ビヨンド本番2日前今2日前ですね、うん、去年よりは全然緊張してます。ってことは自分の中の期待度がちょっと高いってことか。いやまあそうだね、やっぱ練習が圧倒的にできてるのと、まだ結果出せてないものの、比較的1年間練習やった方かなと思って、多分ですよ。ちょっと時間かかるからまだ暇つぶしてて。400いくかいかなと。うわすごいね。300超える月はあったんですけど、400は超えた月はなかったんじゃないかな。今もしっかり距離を積んで万全な状態で挑めるフルマラソンっていうのは荒川のフルマラソン以来です。へ、あれもね達成できなかったもの、条件が条件だったから、初フルっていう中で2時間やっぱ50分フラットっていうのは結構なかなか今思うと評価してもよかったフルマラソンの一つなので、うん、あれ以来ここまで持ってこれたなっていう、うんうん感じになってます。いいじゃん。今2時間40分切り達成確率何パーセントですか。これお笑いなしで当日の気候条件とかにもよるとは思うんですけど、うん、そうだね、70ぐらいは見てていいんじゃないかな。本当にここまで自信があったからこそ、やっぱあそこまで煽り動画出せる煽り倒せたので、煽り負けフラグ回収もやんなくていいからね。あ、まあそうだね。なんて言われてるかわかる。陸上芸人って言われてます。ダッシュで行こうぜ。やっぱ本番も風怖いね。まあそうだね、この2日間は本番と同じ流れで動きます。お11時スタート。よかったな時計なくて。リアルに今何時だろう。11時55分。2時間遅刻です。めちゃくちゃ12時よ。本番って11時スタートだよね。知らねえ。めっちゃ泣いてるじゃん。普通にやりたくない。2周と1キロぐらいで終わるから。うん、今日もまだプーマです。
わかんないよ、これ当日だったら風磨ちゃんなくなるかもしれない。本当はさ、レースシューズとジョグシュー履き分けないのって思う人いるかもしれない。あ、はいはいはい、履き分けてるんですけど、うん、2日前なんで慣らすと、あ、まあそう、うん、そっちの感覚は統一させる。いいね。前ここ来た時は銀杏のイチョウ並木でめっちゃ切れてきて、もう励ましたね。確かに、うん、もうめっちゃ冬だね。で、1キロ いくつでした？4分32。早い早いな。すげえ嫌なこと言っていい？あとここから1分も早くなるの。そうだね。ここから嫌だね。嫌だよ。4分30。完璧。4分半ぐらいで今から30分ジョグすると、しかし心拍数どんぐらい上がるの？160ぐらいで。ああ、でも行くんだ、ちゃんとそのぐらいまで。これ行ってない方で、うん、あ、行ってない方なんだ、うん、今ね、180。ポイントでクソ追い込んだ時ぐらいなってる。あれ、ガーミンの心拍数事情ちゃんと知ってる人コメント欄で教えてほしい。そんなわけないんだから。そんなわけないよな。喋れないから180。喋れないよな。めんどくさいんで次4キロ地点で。なんで3キロサボったの？4分19や。ちょっと上げすぎ。3キロが4分1でも29やったか。5キロいった？4分10。みんなジョグの考えだよ。いいんだよね、うん、こういうところで、ね、ジョギングしてるといろんなランナーの方いますけど、4分は早いんだよ、やっぱり。4分は早いよ。いないよ、代々木と皇居ぐらいしかいないよ。4分5。ほら、あと4分、あと4分で、4分5で入るの、もうどんどん気持ちよくて上がってきて。40で押していくの？47か。え、47、うん、絶対いけるじゃん。いや、わかんないよ。よくフルマラソン舐めるからね。痛い目あくから。うわ、これ楽しみだな、普通に応援。頑張るわ。うん、今年も監督になるわ。大好評だ。大好評ね。アップルミュージックに出そうと思って。武田の勝つ。勝つ。ちなみに金さんはどこのペースをしてくれるの？あ、俺のペースだ。おお。めちゃくちゃ心強い。心強すぎ。金さん、ありがとうございます。この1ヶ月、金さんがメニュー実は組んでくれてて、はいはい、さらにペーサーまで。そう、お世話になってます。やばいね、それを超えると。頑張ります今回。うん、まもなく終了。まもなく終了です。はい、終わり。お疲れ。4分8。もうちょっとハーハーなるぐらいで。うん、ちょっと待って。うん、やばい、見え張ってるでバレる。よしさん、さっき家で 70% だったと思うんですけど、ちょ、今はもう一回パーセンテージ聞いていいですか？120。わかった。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。 あ、こっちだ。OK。 2時間40分発生したら、うん、お金ちょうだい。最近あれですからね、あのライブじゃなくてコメント欄にもスパチャ投げれますからね。あ、すごいね、あるぞこれ。え、達成したらあるぞ。ガス止められてるの知ってるから。ガス代に使ってくださいはさすがに面白い。